鈴木好みのこんなんで演っちゃう。皆さんおはようございます。こんにちはこんばんは鈴木好みです、えー。前回の手塚氏か,からのご紹介で今回はスタッフさんブログなどなど、えー、いろいろお世話になっている。 えー、竹山が竹山さんが、えー、来ていますこの番組はメディアファクトリーさんの提供でお送りいたします改めまして竹山さんよろしくお願いします <laughs> よろしくお願いしますメディアファクトリーの音楽制作グループ竹山ですはいイエー,イイエーイなんかこの今 いつも好みがレコーディングの時につけてるヘッドホンをつけながらこう喋ってるわけですけどなんか変な感じだねなんか自分の声がブワーってくるからちょっと変な感じがするなんか特にあのこれ「Q、うん」あのそれをピッて押された瞬間スタジオの外からの声が聞こえるわけですけども、うん、その「P」が結構激しいんだね、うん、ガシャッつって 来て、バあらららって喋られて、ブつってまた切れるんだね。そう、ごめんね、なんかいつ。もいやいや全く問題ございません。ございません。なんか、だんだんこうディレクションしているうちに、私が竹山から。鬼山になるっていう。なんかもともと竹山って呼んでたのに、この間おばあちゃんに、おばあちゃんになんか竹山の話してたら。 竹山ってなんか虫みたいな名前してんなみたいな感じ言われて<笑><笑> <laughs> それ鬼山ンじゃねみたいな感じになってあ <laughs> そういえばレコーディングの時竹山鬼山になってるって <laughs> そんなに厳しいかな言ってることはめっちゃソフトやけどでも、うん、もう一回 <laughs>。 もう一回いいいいつやややそんなね篠原さんに比べたらもう赤子ののよようなもです繰り返し率が高いっていう一回その「エンゲージナイツ」の歌を撮ったじゃないですか撮った時に作曲家さんに「えまだ撮るんですか?」って言われて「厳しいですね」って言われて「いやいや普通ですよ」みたいなだって竹山がいてないところでも「ちょっと厳しいですね」みたいな感じで言ってた。 <laughs> いやいや大丈夫ですよねいやでもなんかホテルで一緒に泊まった時に寝顔を絶対撮ってやろうと思って <laughs> それえっいつ撮ってました <laughs> あのねもう寝たかなと思って、うんうん、こうカメラを構えたらフラッシュがついちゃってあっあの時か すっごい光ばってなって明るぱパシしぱしゃってなった時や、うん、うわーって言ってた。<laughs> なんかその時に撮られたって思って、こうわ、うん、ーって言ったんじゃなくて、うんうん、ちょうどあの自分の影がでかくこう <laughs> 壁にボーンって映ってて、<laughs> うんうん、それにびっくりして、<laughs> おーってなっ。<laughs> そこにびっくりした。<laughs> そう結局朝方撮った。もう<あ>でも撮ったそう撮った。撮ったのね。撮った撮った。 なんかどういう寝相で寝てるのかなと思って割と結構大きい音で目覚ましのデイズオブダッシュ鳴らしたけど全然起きなくて。あののとこで起きるやつっていう決まりがあるんですけどそれで起きても全然ピクリともしないでパッて見たら布団を縦に半分にこう挟み込むような感じで。 結構ワイルドな、そうねそうワイルドね。<laughs> え今度の次高二になって、うん、修学旅行はどこに行くんだっけ？シンガポールに再び舞い戻ります。高一の時もそうだった。いやあのー、ほらアニソングランプリの時の優勝した時のご褒美のそうツアーで行ったんだ。あれも良かった。あれは何日だったっけ？あれは結構長い間いたような気がするな。 え3泊4日ぐらいあらすごいなんかでもそのぐらいいたような気がするいいなでもマレーシアも行くって言ってたああそうなんだチラ,チラッと寄ってからシンガポールに行ってまあ何な,なり楽しんで帰ってくるっていうなんかそのシンガポールもマレーシアもすごく街が綺麗で、うん、かつタさんもおっしゃってたけどご飯が非常においしいという噂をめっちゃ美味しかったですいいな <laughs> まあ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 つきました。<laughs> これまたあの膨らんで帰ってくるじゃないですか。<laughs> これ <laughs> 本当になんか東京に来るたびにどうだろう違うな休みに入るたびに膨らんで戻ってきたですね。そうそうなんか何にもないと立つのがめんどくさくなって一日もパソコンの前でいくかみたいな感じになっちゃうから。 え、それは、あの、もしかして、パジャマをずっとしてたりパジャマ、オールパジャマ。<laughs> <laughs> だから、友達とかから誘い来ても、こうなんか、明日遊びに行かんとか言われても、明日ちょっとめんどくさいから、みたいな。<laughs> その若さで <laughs> そう。でもみんな大体なんか友達が、そんな感じの子ばっかやから、 面倒くさいからっておかったら、あ実は私も面倒くさいと思っててみたいな。あなたたち <laughs> 遊びや。<laughs> <laughs> 昨日ラインでなんか鈴木は粗大ゴミやってなんかラインが来てた。<laughs> <laughs> じゃあここでそろそろはい高齢の質問コーナーに移りたいと思います。はい。えじゃあ竹山が最初に会った時の鈴木の印象。うんうんうん あのね、最初はあれなんですよアニソングランプリの書類ですうん、うん、あーあの紙の写真で見てたのをずっと覚えててうん、うん、で、大阪大会は見に行かなかったんだけどうん、うん、後でその映像を見てうん、うん、あああの子地方養成入ったんだみたいな感じで見てて、えー、なんか喋、その審査の前に喋るじゃないですかで、喋りであやっぱ子供だ <laughs> <laughs> しかもすごいい緊張しいの子供だななみたいな <laughs> でその後、えー、優勝した後に会った時はあ猫かぶりタイプかって。<laughs> あそう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 緊張しいの猫かぶりタイプなんだなって思ったからいきなり最初からガツガツいくと <laughs> なんかおよよよよってなりそうだから、うん、最初は篠原さんの陰に隠れてじーっと見とこうと思って。<laughs> <laughs>

うん、で、まっすぐなるから、周りが見えなくなるんだろうなって。あ、時々、あ,<ー>あの。が、か、歌手の髪を忘れてったりとか、うん、お水を忘れてったりとか。<laughs> <laughs> 靴を置いてったりとかするから、<laughs> まあ、そういうとこが。あの、自分がカバーできればいいなと。あ、ありがとうございます。思っています。はい。お世話になります。いや、いや。じゃ、逆に。うん。えーうん、私の最初の印象、うんうん。竹山は。最初なんか、やっぱり、その。 今初めて聞いたけどその篠原の後ろに隠れてじっ、うん、と見てたっていう話を聞いてこう納得したけどな今はすごいなんかロック好きやなって思って <laughs> んかこのロックになると頭振り出すよねうっそ頭振り出すっていうかなんか膝がボン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 って鳴ってる。<laughs> ああ、でも、さっき、お母さんにも言われたけど、その歌をとってるときに。前髪をこうやってくりくりしながら。してる。してる。けんで。お前、なんか言われてみると、そうかも。あと、あれ、あれ。しゃしゃしゃって。しょっちゅう言ってる。なんか、こう、人に言われないと、分かんないもんな。癖。でも、好みも。そうね、好みの癖か。 なんかっていうのはそれそれなんかこの間自分でもラジオを聞いて、うん、なんか率高いなって思ってた、うん、あと緊張してくるとうなずきマンになるあうんうんこう声に出さないでひたすら <laughs> 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 吐息で喋る続きそれ <laughs> 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 で時々こう聞こえてんのかわかんなくてもしもーしてこう <laughs> <急で笑>やる時が <laughs> そんな感じですかねはいなんかうんじゃ 今回はここまで <laughs> <laughs> バスッとバスッとというわけで竹山ありがとうございましたありがとうございました次のゲストは誰ですかね,すねあのですね、うん、初心に帰ってじゃないですけど、うんうん、デビュー曲のクワイヤジェールでお世話になった、うん、作曲家の田代さんをご紹介したいと思います、うんうんうん、はいありがとうございましたありがとうございました 4回目の鈴木好みのこんなんでえんちゃう、いかがでしたでしょうか、えー、っと好評だったらまだまだ続くと思われるので、えー、頑張ります <laughs> ありがとうございました。